ブラキプテリギウスは、イングランドのジュラコウキの地層から知られる、絶滅した、オフタルモサウルスかプラキプテリギウス赤の魚流である。模式種のみから成立する属である。ブラキプテリギウスは、中型から大型の魚流であり、頭骨の長さは0.5から1.2メートルである。噴部は、魚流の特徴通りに細長く、葉は大きく丈夫であり、目は、オフタルモサウルスよりも、 比較的小さかった。全ビレには5本、または6本の指があり、指節骨は最大で8個から16個存在した。上腕骨の円位端に存在する3つの平面が特徴であり、中央の面は最も小さく、手根骨との間に明瞭な関節が存在した。これにより、ジュラ紀後期において最も一般的な魚流であるオフタルモサウルスとの 明確な差別化がなされている。ブラキプテリギウスの模式標本は右側の前ビレ一つであり、オフタルモサウルスなど他のジュラキコウキの魚流とは一線を隠している。もともと1904年にブーランジアがイクチオサウルスエクストレムスとして記載し命名していたが、1922年にフエネが前ビレの広さと短さに注目しブラキプテリギウス族を独立させた。 ため、ブラキプテリギウスエクストレムスとなった。模式標本は、イングランドのバースに位置する、リアス総軍に由来すると考えられていたが、他の標本によると、ジュラ紀後期キンメリジアン紀にあたるイギリスーセットの、キンメリジアンに由来している、可能性が高い。イギリスのホークストーブリッジの、キンメリッジから、巨大な頭骨が発され、マクウンによって親族新種のグレンデリウスモルダックスと、 命名された。後に、キンメリッジ湾から発見されたより、完全な化石により、二つの標本は統一され、同族であることが判明した。2003年にマッコウアンとモタニ・リョウスケは二つの標本における前ビレの際に、十分な分類学的な価値がないことを考慮し、グレンデリウス・モルダックスは、ブラキプテリギウス・エクストレムスに統合されることとなった。ただし、 マイッシュは2010年の論文でビーモーダックスをブラキプテリギウスの死のニムとされていたオチェビア族とブラキプテリギウスモルダックスともに有効な分類群として扱っている。また2015年にはクレンデリウスを有効な族として扱いブラキプテリギウスよりもプラキプテリギウスに禁煙とする論文をアーカンゲルスキーとステンシンが執筆している。ブラキプテリウスは プラティプテリギウスやカイプリサウルスとごく近縁である。下のクラドグラムはフィッシャーらの2013年の論文に基づく。リチャード・オーウェンは1840年の論文において、キンメリッジから出土した単一の脊椎骨、アンスプ1124に基づいてイクチオサウルス、トリゴヌスを設置した。模式標本は長期にわたって失われていたと考えられていたが、 1988年に再発見された。数多くの標本がイクチオサウルス・トリゴヌスと同定されており、現在におけるオフタルモサウルスやブラキプテリギウス及びナノプテリギウスは同種のシノニムとするべきであるとバウアーは1898年の論文で提唱している。フエネは1922年の論文においてイクチオサウルス・トリゴヌスをマクロプテリギウス族とし、 翌年にはその属の模式種とした。現在ではイクチオサウルス・トリゴヌスは模式標本がオフタルモサウルスと判別できないため疑問名とされている。なお、イクチサウルス・トリゴヌスはローサルマソリス・アイスニカスとシノニムである。可能性があるとしてマッコーアンとモタニは間違った、主張をしている。リチャード・リテッカーは上腕骨マック九百八十九。 に基づいて、イギリスのケンブリッジの白秋前期アルビアン期にあたる、ケンブリッジグリーンサンドから、ローサルマソリスキャンタブリジンシスを記載した。マッゴーアンブとモタニ・リョウスケは2003年の論文において、これをブラキプテリギウス族の一種として考えていたが、オフタルモサウルス赤を超えた段階での疑問名として、再評価された。ありがとうございます。